ちょっと遅くなりましたが、チャコちゃんとシオンくんを、外に出すにあたり、ジャンくん起きてるね。よしよしよね。あの声が聞こえてきたら出てくるなってわかるよね、きっとね。出しましょう。はい。あら、ジャック出ちゃった。こちらもね。アンジちゃん、それずっとね、逃げ続けてると一向に外に出られませんよ。どうしますか。みんな外で楽しくやってますけど、アンズ様、アンズ様いかがでしょうか。わかりました。君たちは茶子ちゃんの抜歯の問い合わせ、いつ抜歯すればいいんですかって聞いたらですね、溶ける糸だったそうです。溶ける糸だったそうです。この2つ消えているのはひょっとして溶けたのか、それとも2日目じゃね、2日目3日目で、だってね、前の日までさ、うん、黒い糸が、うん、結構黒いちょっと見せてな、なんかさ、溶ける糸、あ、でも消え始めてるかな、でもちょっと、消える糸を使ったことないかな、私自分のやつで、1回目は抜歯したのね、うん、で2回目も抜歯なんだけど、でもホッチキスみたいなやつだったので、すごいホッチキスみたいなやつって簡単なのね、うん、なんか治ってくるとムンムンって盛り上がってきて、うん、なんかなんだろう、ホッチキスの芯がこう盛り上がってるから、うん、取ればいいっていう、うんうん、人間とか生き物ってすげーと思ってね。だから多分異物だからブーって出すってことだよね、うん、まあね。で前の日糸の時は抜歯する時に、シュルッシュッっていう感覚はあったの、痛いとかはないんだけど、うん、なんかこう糸が取れるよみたいな、うん、それが糸が入ってないからつまんでちょっと取るみたいな。でもね、溶ける糸はまだ一回やったことなかったから、うん、まあ、いずれにしろちょっと気にしてたのは、こうやってね、引っ張って抜いちゃったんだとしても、うん、もしちぎれて中に残ってたらどうしようと思ったからね。で、いずれにしろじゃあ抜歯の時に、調べてもらってと思ったら、うん、残ってたとしても溶けちゃうってことね、溶ける糸だったんだけど、イメージ的に溶ける糸はさ、うん、なんかあの透明っぽいやつなのかと思ってた、うん、でも黒だったね、うん、まあ、では、このまましといていいということですね、はい、ね、よかったね。もう一回行くとなったらまたなんかちょっと ね、ストレスもあるだろうし、うん、さあ、じゃあちゃんは掃除をします。はい、よいしょ。
じゃあ私にもちょっとお腹見せて。ちょっと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 見せてごらん。ごめんね。うん、お邪魔してごめんね。うん、そうだね。ごめんね。うん、気持ちいいです。ジャン君のお尻尾を舐めていますか。いっちゃった。違うから、ダメかな？おいで。おいでちゃん、だからなでなでするよ。おいでちゃん。しないの？おいでちゃん。ちょっとこの辺まで来てみたら、この辺まで。2階がいいの？2階がいいのか。今、お2階で。差をつけました。落ちました。はい、逃げた。はい、一番上までそうなの。はい、今日はこんなとこです。ジャン君どうですか。ジャン君耐えてますか。ジャン君、
だね、あつちゃん。おいしい、めっちゃおいしい。はい、はい。はい、ご飯です。このくらいしないと気がつかない人です。うん、ちゃんとバツが作ってますね。ごめんね、あんずちゃん、ご飯の途中だったでしょう。ご飯思い出してくれる？はい、はい、あ、ご飯だよ、ほら。大人になっちゃってるからそうもいかないのね。アンズちゃん、アンズちゃん、アンズちゃん、後で食べてね。じゃあね、ちょっとなでなでたい。びっくりするよ。あ、おもちゃかな、シオンくんの。あれがひっくり返っちゃったかな、ご飯が。プレットの方。いや、でもだ。食べ終わってるといいけどね。